やっぱりそのテロ対策でちょっとセキュリティが厳しいですね。そこのゲートを通ってこなきゃいけなくなってますね。去年はああいうのなかったんですけどね。2018年今年のウェストミンスター始まりますね。AKC のその何ですか、AKC のそのジャッジのショーも今日あるので、アジリティだけじゃなくて AKC の犬たちがたくさん来てますね。ちょっと全体的にと言いますかね、ちょっと撮ってみますね。ウェストミンスターのこのロゴが大きく出てます。まだちょっと早いかもしれないですね。今、7時半だから、もしかしたらまだちょっとみんな集まってきてないのかもしれないですね。これからどんどん少しずつ集まってくるのかもしれないですね。8時にその一斉に全てのジャッジとか全ての、何ですか、アジリティのジャッジが始まるわけじゃないですからね。でその AKC のジャッジっていうのは10時からなんですよ今日。だからこの人たち一緒のホテルにいましたね。この前に今歩いてる人たち、ペンシルバニアに泊まってました。ペンシルバニアは本当ね、たくさんの、ね、犬とかそのこのウェストミンスターに出場する犬と人、それと何ですか、ジャッジやハンドラーとかもういっぱい泊まってますね。でマジソンスクエアガーデンのもう目の前にあるので、もう本当に道を挟んで目の前なんですよ。だから、とても便利なんですよね、あそこが。ただね、やっぱ古いホテルなので、嫌がる人もたくさんいますね。それでその安いですよ、ニューヨークでは。ニューヨークの中ではとても安い、ホテルですね、ペンシルバニアは。一泊1万円ぐらいなんですよね。だからすごい安いですね。ニューヨークはもう世界で一番そのホテルの料金が高い、ホテルの、そう、宿泊費が高いホテルなんですね。それでニューヨークの中ではそのもう本当にマンハッタンのど真ん中にありますからね、ミッドタウンにあるので、ミッドタウンのホテルではすごい安いホテルですね、ペンシルバニアは。だから皆さんも初めてもしウェストミンスターに来られる方は一回ペンシルバニアに泊まられた方がいいかもしれないですね。まあ、その一番ウェストミンスターではメジャーなホテルなので、僕もそう思って今回ペンシルバニアに泊まりました。もう始まってんな。もう始まってるか、もうすぐ始まるのかな。国歌斉唱あるんですよね。国歌斉唱があってから始まるんですよね。暑いな。いや今ちょっと歩いてきたからちょっと暑いですね。僕はすごいマフラーとかで革ジャン着てるんですよ。暑い、革ジャン、ほら見えますか、革ジャン着てるんですよね。だから暑い、ね、ちょっとみんなそのすごい、まあね、この建物の中はすごいあったかいですからね。ほらこれウォーキングのボーダーコリー、あれは何かな、分かんないな。ちょっとそのアジリティの場合は準決勝だけじゃなくてそのミックスも出てますからね。よしちょっと行ってみよう。暑いな。よしちょっとど真ん中に行ってみようかな。
でしょ。いや、すごいいい席が取れましたね。まだ7時半ですからね、誰もまだ来てない。これこのなんていうのかな、みんなこのコースを確認してるんでしょうね、これね。ここをこうやってこうやってこう行ってみたいな、この障害物はこういうふうに越えなきゃいけないだとか、多分それを確認してるんだと思いますね。この日のためにみんなすごい練習してきてますからね、家で。見てください。なんか半袖の人とか、半袖じゃない、あれまくってるだけか。あ、半袖の人います、ほら。すげえ暑いんですよ、汗ばんできた。ペンシルバニアからここまで来るのに、これピア92と94っていう会場なんですけども、地下鉄2駅もすぐなんですよね。地下鉄に乗って、地下鉄はもう本当にペンシルバニアのホテルのそのもうすぐ横にあるんですね。本当、どう言ったらいいんでしょうかね。入り口、出口を出て、まあホテルが大きなホテルだから結構、まあ結構というか比較的少し歩かなきゃいけないですけど、エントランスを出て、ホテルのエントランスを出て、そうですね、50メートルぐらいですか。もう本当目の前なんですけど、歩いて道を渡ったらすぐ地下鉄の入り口があって、そこから地下鉄に乗るんですけども、それで2駅ですね、2駅で降りて、そこから歩かなきゃいけないんですが、歩く距離がね、どれくらい、1マイルって書いてあったんですよね。1マイルっていうのは 1.6 キロです、1600メートル。昨日調べましたすぐ忘れるんですよね。1マイルってどれくらいだったっけって、全部マイルで書いてあるのですぐ忘れてしまうんですが、昨日調べました。1マイルは1600メートルです。 1.6 キロ。フィートとマイルなんですよね、アメリカは。フィートは30センチですね、1フィート30センチ。それと1マイルが 1.6 キロですね。それで 1.6 キロ今歩いてきたわけですよ。それで会場の中はもう完全に暖房が効いてて、すっごいあったかいですよね。だから僕今暑いですね、汗ばんでますね。ちょっと手が疲れてきた。楽しみですね。どれくらいスタートするまでどれくらい時間かかるんでしょうかね。向こうの壁に歴代のチャンピオンがずっと写真が貼ってありますよね。同じこの会場で明日じゃないですね、明後日、明日は休みなんですけど、月曜日と火曜日、今日は土曜日ですね。で日曜日休みで、月曜日と火曜日がここで、ウェストミンスターのジャッジがあります。その何ですか、今回は、どの犬を
注目して、撮るのかちょっと撮影するのか分かりませんが、まあ今日ホテルに帰ってからちょっと考えたいと思いますね。明日今日は多分ねもう遅くなるので、あんまり何もできずに寝てしまうと思いますが、明日ちょっとね考えたいと思いますね。何をどの犬を注目して撮影するのか。今 Facebook があるので、 Facebook でそのいろんな人がと話すじゃないですか、まあ、皆さんそうだと思いますが、いろんな国の人と話しますよね Facebook で。その時にそのなんかパキスタンの人が今ニューヨークにいるんだって言ったら、あのカネコルソのそのブリーダーでウェストミンスターに出る友達がいるから、その人のところに行って僕の友達だって言ってくれって言うんですよ。もう絶対言ってくれって言うから、まあ、僕はその人、そのカネコルソンのブリーダーの人知らないんですけども、ちょっとまあカネコルソンのところに行くかもしれないですよね。あとカナダのブルマシフのブリーダー、友達、すごい仲のいい友達が、もしかしたら来てるかもしれないですね。だから だからその人に会いに行くかもしれないですね。まあその人にというか、まあ、ブルマスティフのリングに行くかもしれないですね。あとそうですね、ニューファンドランドちょっと見たいですね。アメリカのニューファンドランド、それと注目は何ですか。ウエスティは去年ずっと撮ってたんですよね。ウエスティすごい日本で人気になってきてますよね。ウエスティは2016年、去年のその前ですね、一昨年、ベストインショーになりましたね。クラフトで、イギリスのクラフトでベストインショーになりました。ですごい人気が出て、もうヨーロッパ中ウエスティだらけになって、それがまあ1年経ったら日本にもやっぱり流行が広がってきましたね。今日本の動物検疫が十数年前に変わってから、結局簡単に犬を輸入できなくなったので、1年ぐらいかかりますからね、犬を輸入するのに。だから今ウエスティが人気になってますね。始まるかな。よいしょ。
なんか素晴らしい曲ですよね今更ですけど。誰が作曲したんでしょう、今知らないですね。さて、じゃあちょっと一回止めて、その何ですか、始まるまで一回止めましょうかね。日本から誰も来てないんですかね。日本人の方も来ててもおかしくないと思いますけどね。今日本でもアジリティやる人いますけどね、たくさん。これ僕ずっと、あれ、あ、違った、すいません、知ってる人かなと思いました。外国人、まあ、女性に限らず、まあ、女性の方が多いですけどね、どうしても筋肉の量が少ないから、ものすごい太ってる人たくさんいますよね、まあ、ご存知だと思いますけど、まあ、男性もいますよ、男性もいますが、まあ、筋肉の量が女性の方が少ないので、どうしても女性の方が太りやすくなってしまいますよね。それと脂肪がやっぱりね、脂肪分が女性の方があれ蓄えやすいのかな、まあ、とにかく女性の方が太りやすいですけど、もうなんていうかものすごく太ってる人いますよね、びっくりするぐらい。あれ、その多分なんていうかな、心臓とか体に悪いと思いますね。炭水化物を少なくした方がいいと思うんですよね、まあ、僕が今糖質制限してるから言うのかもしれませんが、こんなこと言うのかもしれませんが、炭水化物を僕は去年の7月から7月ですね、去年の7月、まあ、あえて7月ではなく7月で、まあ、7っていつも言いますが、まあ糖質制限やっていて炭水化物を全然食べないですね。そしたら すごく、まあ、体調もいいし、あとその無駄な脂肪がすぐに落ちましたよ。で、肉ばっか食べてるんですよ。肉をたくさん食べるんですが、その炭水化物は一切食べないんですね。そうするとすごい痩せますよ。ただね、ずっと肉ばっかりずっと食べたり、あとね、たくさん、あまりにもたくさん食べすぎるとやっぱりね、胃腸がものすごく悪くなりますね。だからそうですね、あんまり食べ過ぎないように最近はしてますね、肉をですけどね。で、時々少しね、やっぱり炭水化物をね、少し食べるようになりました。少しですけどね、昼だけ、お昼だけ、そのまあどれぐらいですか、茶碗半分ぐらいのご飯を食べたりします。まあ食べない、まあ1週間ぐらい食べてその後食べないとか、そういう感じなんですけど、時々食べますね。1週間ぐらい食べないとなんかね、やっぱなんて言うんでしょうね、腸の調子がものすごくおかしくなるんですよ。やっぱあれ、悪玉菌が増えるんだと思いますね。だから時々お昼だけ茶碗半分ぐらい、3日で1合ぐらい、そうそう、3日で1合ぐらいですね。だから1合の3分の1を1食食べる、あとは食べないっていう感じですね。でやってますね。でそれを1週間ぐらい続けたら、もうあとは食べないですね、ずっと。まただ今はもうほとんどというか全然食べてないですね、炭水化物で。一応ね、昨日一昨日かニューヨークに到着してすぐに、だから体調が悪くなるといけないので、まあね、海外で体調悪くなるとものすごく困るんですよ。だから一応ですね、スーパーから
パンを買ってきました。でまだ食べてないですけど、パンを置いておきますね、置いています、部屋の中に。でいつでも食べれるように。だから、まあ、僕にとってその炭水化物は今なんかちょっとしたその薬みたいな感じですよね。体調が悪くなったら炭水化物食べるみたいな、体調というか、まあ胃腸の調子が悪くなったら感じですね。炭水化物を食べます。少しこの目の前今歩いてる人、この人なんて見てください、すっごい大きいでしょ。ほら絶対体に悪いですよ。そのなんていうかな、その美しさを求めるという視点から言ってるわけではなくて、その健康にものすごく悪いですよ、太りすぎるのは。まあ僕がいちいち今言わなくても皆さんご存知ですよね、そんなことは。いや、その欧米の人、白人、特に白人はすっごい太ってる人が多いので、いつも思うんですよね、これ体にものすごく悪いんじゃないかなと思って。だから肉を食べるんだったら炭水化物を減らすべきだと思いますね。だポテトもそうですよ、じゃがいももそうですね、食べないですね、あれも炭水化物ですね。だからいわゆるでんぷんですよね、でんぷんが入ってるものはもう食べないですよね。芋類とかあと麺類も全部食べないですし。だからラーメン大好きだったんですけど、ずっとやっぱ日本人ラーメン好きですよね。ラーメン大好きだったんですけど、ラーメン今全然一切食べてないですね、7月から。パスタも食べないですね、パスタもラーメンもそばも食べないですね、一切何も食べないです。あれそばの 100% のそばだったら大丈夫、いやあれ穀類ですもんね、多分ダメですね。あとトウモロコシも食べないですね。絶対に太りすぎは良くないと思いますね。太りすぎよりまだ痩せすぎの方がまだ体にいいんじゃないかなと思いますね。僕は全然痩せすぎではないんですけど、その多くの人たちを見てて、太りすぎはちょっとね体に悪いなと思いますね。これいつまで話してるんでしょうか、こういうなんか全然ウェストミンスターと関係ないことをずっと話してますけど、いやもうずっとチェックしてるからこれ前日にやんないのかな。いやまあでもそれそんなことやらないですね。